有合せの間で作った中トンネルです。これから下りを楽しんでください。中央立ててここまたがせると安定する。この段ボール同士をこうやってテープで結びましたね。ただ繋いだだけ。それでこれを刺す。でこのままだとこう横に広がっちゃってね、ふにゃふにゃだったんですね。それでここに支柱を立ててここをまたがせると安定する。しっかりしたトンネルができた。お風呂のでこう張ります。この網はね、幅が210ですから全部は覆えないんですよね。だから抱き合わせで北側と南側から有合わせの間で作った中トンネルです。高トンネルではね、こんなでかくなるやつはもう到底ね、トンネルの上にぶつかって伸びられませんよね。もう今花が咲いて鞘が鳴り始めてますね。ここでカメムシが来るとやられちゃうんですよ。でカメムシに食わせないための方法。